はい、ロイキーチェックのコーナーです。サンケイスポーツ森田です。高田です。よろしくお願いします。はい、ジャパンカップダート、はい、はい、阪神での G1 レース最後のジャパンカップダート、来年からね名前変わりますね。名前変わりますんで、はい、最後の JC だったんですけれども、まあ、関東からね行ったわけですね。ちょっと寂しい感じではあるんですけれども、はい、はい、グランド市が受けました。はい、そうですね。まあウッドチップコース、はい、まあ、あの長めから行ったんですけど、はい、まあ、6位からはねちょっと17秒だったんで、うん、あの時計になってないんですけどね、ボハロン67秒6、はい、52秒9、うん、39秒0の 12.5 っていうことですね。まあもともと結構動かないんで、はい、まあ、津村騎手ね、あの、ただし動きましたけど、はい、まあ、それほどこう鋭い伸びには見えないとは思うんですけど、まあ、乗った本人の感触からいくとね、うん、結構動かないし、うん、あの、この馬としてはいい動きですよと、うん、で、まあ、ただ一頭の関東馬なんで、はい、皆さんの期待を背負って ね、頑張っていきたいと、うん、いうことを言ってたんでね。まあ、もともとずっとね、あの、レベルの高い競争とかも勝ちきれないところはありますけども、ずっと上位に来てる。なんと15歳連続掲示板なんですよ、このまま。ああ、それはある意味すごいですよ、ね。だから堅実には指してくるんで、まあ、あの前回の京都コースよりはね、はい、こう差がある阪神、あ、まあ、中山得意としてるところもあるんでね、さすがに京都は平坦だと前が止まらない感じですもんね。その分だけね、この馬にはプラスに作用すると、で、まあ、ある意味無欲でいけるところもあるんでね。なるほど、なるほど。まあ速い馬も結構いるんで、はい、まあ、ある程度の位置につけて流れがハマってくれるのを待つという形ですね。まあ、各所に遠征もしてるんで、まあ、今更輸送がどうとかそういうだけではなりませんしね、はい、で夏場よりもむしろ冬場の方がいいタイプで、むしろ夏の方が歩様が硬かった、今はだいぶ良くなってるよっていうのもね、なるほど、あの、まあ、見てる側にも分かりますし、まあ、乗ってる津村騎手、うん、さらには相澤先生もね、はい、同じことを言ってるんでね。なるほど、はい。まあ、じゃあ本当関東から短期参戦なんですけども、はい、頑張ってはくれそうですね。そうですね、はい、まあ、これね実は G1 は初挑戦という、あ、そうなんですか、言葉があるんですよ、フェブラリーはね賞金あと1頭あ足りなくて出れなかったっていう経緯もありますのでね、ここにかける意気込みっていうのは、あの、並々ならぬものがあります。わかりました、まあ、人気集めるね北高座の前に勝ったこともありますから、うん、はい、それほど力の差はないんですよ、流れ次第だと思います。まあ、関東は1等で以上です。失礼します。はい。